日暮らしのなく頃に、日暮らしデイブレイク、日暮らしデイブレイクは、同人ゲーム、日暮らしのなく頃にを元にした対戦アクションゲーム。同人サークル、黄昏フロンケアが、日暮らしのなく頃に、の開発元である、同人サークルレイセブンスエクスパンションとの共同開発の形式をとり、原作者、竜騎士ナナが書き下ろしたシナリオを用いて制作した。タイトルは、日暮らしデイブレイクと、部を、 赤文字で表記する。日暮らしデーブレイクの頭文字を取って、ヒデブと略されることが多い。日暮らし関連のコミュニティの中では、デーブレデブレなどと略されることもしばしば。2006年12月31日のコミックマーケット71より反布された、日暮らしのなく頃に、例に収録された、番外編、ルコわし編は、本作の世界観を流記しれい自ら、ノベライズ化したものである。 本作はレイセブンスエクスパンションの協力のもとに、黄昏フロンティアが制作、配布する、同人ゲームである。原作となる、サウンドノベルとは違い、2対2の協力対戦アクションとなっており、ネットワークを介した遠距離での通信対戦も可能となっている。操作方式は、機動戦士、ガンダムシード連合 VS ザフトと、ほぼ同様。日暮らしのなく頃にでおなじみの登場人物が、 作中で実際に使われるバットやナタなどの武器を駆使し、ヒナ、ミサワを舞台に戦う。シナリオも原作者、リュウキシレイナナ自らの書き下ろしで、原作とは違い怖い話は一切出てこない。また、一般的なテレビゲームとは異なる同人ゲームにも、かかわらず、原作のドラマ CD アニメと同じ声優を、起用している。いつもと変わらない、平穏なツイタチ。ある日、 フルテリカが西具殿の周りを掃除していると、突然頭の上に小箱が落ちてきた。その小箱を開けてみると、中には紅白の可愛らしいオットセのマスコットが。実はこのマスコットは、フルテ神社の四宝、ふあらずのまがたま。赤い方を持っているものは無条件で、白い方を持っているもののことを好きになってしまう。言うなれば、片思いを成就させるお守りなのである。 その効果が実証され、それを欲しがる部活メンバーたち。そこで、部長であるその崎美男が二人一組のペアに分かれて、戦い、優勝したペアがその、不安らずのマガタマを手に入れることができるという、トーナメント戦を提案した。当初は、部活メンバーだけのゲームだったのだが、いつの間にか大人たちも加わり、部活は日な沢全体を巻き込む大騒ぎへと、発展してしまう。果たして、 ふあらずのまがたまを手にするのは、どのペアなのだろうか。ストーリーモードでは、チームは固定だが、対戦では自由にチームを組むことができる。登場人物の基本設定は、日暮らしの泣く頃にの登場人物を参照。日暮らしデイブレイク改めは、日暮らしデイブレイクのアベンドディスクで、ストーリーモードの新チーム、対戦モード専用キャラクター、各キャラクターの新武器、新コスチュームなどを、 追加要素としている。4月22日サンシャインクリエーションで配布された後、各ショップで委託販売された。ジャケット裏の動作環境に5色で Windows Vista が含まれているが、Vista 以降の OS によるプレイはサポート外となっている。日暮しデーブレイクポータブルは日暮しデーブレイクの PlayStation ポータブル移植作。PSP への移植に伴い、 販売元が PS2 及び Nintendo DS の日暮らし作品への移植に携わったアルケミストに代わり、グラフィックなどが今までの原作準拠のものと違い、同社の出した移植版準拠へと変更されているのが特徴。また、夏美と羽生の新ストーリー追加や新コスチューム追加等の追加要素がある。日暮らしデイブレイクポータブルメガエディションは日暮らしデイブレイクポータブルの パワーアップバージョン。サトシと田中み代ことお好みが新たに追加されたほか、演出の変更や戦闘バランス調整、新コスチューム等が追加。あやけんちは、うんくままくで、月間コンプティーク2009年4月号9月号に、日暮らしデーブレイクポータブルとして、連載、炭鉱本前一巻。ありがとうございます。